この戦闘、私たちは勝たなければいけません。友か敵か選べ。先に言っておきますケビン。だがそうかもしれませんね。私が思いっきりから、その言葉は少し矛盾して。そうでしょうか。いつも真面目で全ての人と真剣に向き合う。でも結果はどうです。これだから僕に。君は変わった。そうですか。本当君は愚かではない。一応資金、たとえ僕がそうし、まるでその件とは何しろ。どういう意味ですか。成婚計画を結局あなたと僕に。いや、はい、理解できなくてももう騒がしい。この瞬間眉。なるほど。ちょっと僕は終焉の角度から、どうやらあなた、正確に言うと成婚計画が終焉。それに何らかの違いはあるんですか。当然だ。式の律者、たとえメイ博士の暗示を受けた当時の僕たちは。しかし君の言う通りだ。何しろ何があったんでしょう。この装置は見た限りではダメです。完全に動作しません。むしろ見た目だけでした。姿はウェルト・ジョイスさん。なんとなく今のところ調べましょう。フローリャー、こっちだ。大丈夫です。マクス、俺のことはボスと呼んでくれ。わかりました。まあいい。その最後のこれはブローニャが。ブローニャ、キアナ、よかった。やっぱり無事だったんだ。今誰かが火災で。あれ、ブローニャ、いつその服に着替えたの。ブローニャもよくわかりません。ですがキアナが今見た火災現場はおそらく喧嘩。あれは2011。そういうことです。でもブローニャの話によると、もちろん、なぜここは、なぜブローニャにはベルト・ジョイスさんの姿が見えるんでしょう。ブローニャ、とにかく、うん、理由はわからないんだけどゾッとするんだ。空の率、なんて言えばいいんだろう。では分析しやすい部分から。あの人はベルト・ジョイスさんです。また現れました。
五条創始万物となれ。せはあ廃墟の剣これって…ええ、先ほどブローニャはこう言っちゃ、今回は…キアナ、気をつけて。メイ先輩…キアナちゃん、ブローニャちゃん…うん、大丈夫だよ。あの幻覚自体が弱まったからかもしれない。なるほど、あれは断りの律者の記憶だった。メイ姉さん、私が見たのは深い髪色の…名前は？どこに住んでいた？でもその少年は別の室…ブローニャちゃんと関係があるし、ネゲントロピーに伝わ…ブローニャたちも時々現れる。ブローニャたちはウサギというより聖魂計画の力のせいで。それって私たちが今まで触れたものは全部…わかりませんが、何があっても。ええ、うん、終焉の力に対抗…そういえばベルトたちはとっくにいくつかの計画を用意してる気がするんだ。なん…とっくに？うん、少なくとも。それって私たちがまだセーフレ…キアナ、まさか…メイ先輩、ブローニャ、姫子先生と一緒に捕らえたあの幽霊船。もちろんです。ブローニャがメイ…その後ブローニャのバイオチップは干渉…そういえばその後に起きた一連のことは。当時ブローニャは戦艦のメインコンピューターから変わったメールを…キアナへ、元気かい、王座について制服の髪。当時はうさんくさいと思ったけど、でもその後は。ええ、多分それはネゲントロピーが考えてた元の計画。うん、あのメール。今思えば、でも支配の律者に勝った後、すでに終わった話だからだと思います。事件自体はそうだけど、博士たちはオッドーと。そういった視点でか。まさかそれがシーリンじゃなくて終焉とか。あくまで一つの推測で。違和感。うん、博士たちと一緒に今になっても。そう、どうして博士たちに直接聞かないんですか？実はカロスタンに出発する前の夜、テスラ博士、メールを書いたのは認めて。テスラ博士、どうして話をはぐらかしたのかしら。博士曰く、キアナ、学校にいた頃を思い出して。つまりいい方に考えると。どうしたの？うん、うん、はあ、キアナはやっぱりバカですね。メイ姉さんとあんなことをしておいて。え？ブローニャちゃんは相変わらず厳しい。さて、まさか最初の断りの律者は。わかりません。ですが今のブローニャたちにとって。やっぱりここにも干渉があります。おか
しいわね。渡りガラスの話だとウサギはリツシャに興味がないはずなのに、何度も私たちを試してるけど、目的は一体何なのかしら。いや、うんか、はっはっ、なるほど、私はこう言った好き。でも今回ジョイス、はい、もしあれがジョイスさんの意思でしたら、この記憶には他の存在がないのかもしれません。それでも手がかりとして調査する価値があります。やあ、誕生日おめでとう。これはお前の父さんからもらったんだ。ブラッドが片付けをしてくれた時これが出てきて。ありがとうございます。気にするな、まさか今になってそういう金にならないものの多くが絶版。このウサギもですか？まさか。食べ物はお金がかかります。ブローニャはわかっ、バカな子だな。昔はこんな風に難しくはなかったんだが、当時のシベリアはまだ一つの国で、第二次崩壊、そのせいで俺たちの土地は金にならない。誰も真面目に働こうとしない。わかったか、アレクセイエヴナ。このシベリアで、ま、これはブローニャちゃんの。お見苦しいとこ。そんなことないよ。マクシムおじさんはブローニャの父親アレクセイの戦友で、幼なブローニャは両親のことを知りません。物心がついた時からマクシムおじさんがブローニャ。それはブローニャちゃんがカカリアと出会う。はい、ブローニャが10歳の誕生日、家の修繕費を稼ごうとしたマクシムおじさんは仕事中に銃の暴発で死。マクシムおじさんのグループはそのまま解散しました。その冬ブローニャは自分で稼ごうとして、最終的にブローニャちゃん。もう過ぎたことですから。ブローニャ孤児院の子供たち、お母様とマクシムおじさん、すべて。三尺の氷は一日の寒気ではできない。キアナの両親、それからネゲントロピーが。国家の解体、戦争の爆破。でもそもそもブローニャの知ってる故郷は混乱に満ちていました。崩壊に打ち勝ったとしても。というより崩壊に勝つのは世界を変える。デュランダルが言ったように、世界は一つのキャン。ええ、断りの理事者が。それはエリシアが。十三英傑は一人。さて、これ以上歴史を掘り返しても。ええ、
どう、カール。私の腕前はそんなに鈍ってないでしょ。そう？ああ、せっかくあなたがスマートになってくれたねえ、正直に教えて。結構辛かったりする？ようやく戦争が終わって、これからの生活はどんどん忙しくなっていくんでしょうね。あなたね、いつもこういう時、私たちは歯、私は小さな歯。どう？ブローニャは写真で見たことがあります。彼女はネゲントロピーの創始者の一人、エマ、つまりアインシュタイン博士とテスラ博士の先生だよね。はい。それに彼女と初代断りの律者ベルト・ジョイスでも、まさかあのカール・グスタフの記憶もここにあるとは。断りの律者のコアはやっぱり厄介な。具体的にはどんな？カール・グスタフは断りの律者コアを構築する30万分の1で、つまり彼はベルト・ジョイスの存在の源というだけでなく、ですからおそらく聖魂計画の影響を受けた断りの律者の分裂と解体？あ、別にそんなに怖いものではありません。断りの律者のコアはもともと30万人の思想によって、でも断りの律者はまとまった概念ですから、二人のベルトさんもブローニャも30万人の思想を。なので本当の問題はどうやってこういう分散的な律者コアを。でもメイ先輩と私は難しいことにならなかったよ。あ、私たちの律者。それだけじゃないかもしれません。キアナやメイ姉さんとは違い、ブローニャは羽化を経験した律者では、断りの律者のコアは一度も羽化を経験した。ああ、何しろベルト・ジョイスは初めから人類のために戦う律者だからな。彼は30万人分の思想の力で崩壊が人格を侵食しようとするのを。だからこそ他の律者と比べると、ここ数年間ネゲントロピーは様々な方法でこのコアの出力を上げようとしたが、今でもジョイスが最後の戦いで見せた力に及ばないからな。超空誌で羽化を経験したライデン・メイ、観測したパワーだけで計算すると、彼女の力は他の証拠とともにアインは高血。ベルトさんはこのコアと完全同期したことがあるんですか？俺は奇跡的にそれができたが、あくまでジョイスの。そうなるとブローニャたちは今までこのライデン・メイの例から考えるとその可能性は高い。しかし俺が今言った。ブローニャはそれでも問題ないと思います。このコ、ベルトさんが言ったように断りの律者のコアはメイ姉さんとキアナのもののようにですが、いい方向に考えると断りの律者の力を取り戻す。え、あくまで可能性の話です。そのもしかしたら断りの律者のあり方は聖魂計画自体と。ヨルムンガンドの話によると、聖魂計画は夢を通して人々。もし断りの律、つまり30万人の死。はい。律者コアの中にいる彼らは分散式コアを構築するユニットです。断りの律者。そう考えると聖魂計画というよりブローニャたちは聖魂計画ではなく断りの律者のコアによってここに閉じ込む。ウサギはその隙を利用して断りの律者のコアを刺激し、ドゥランダルさんの話を覚えていますか？虚数空間の中の不動手。もしかしたらブローニャたちは。でもそれをどう確認すればいいの？以前も話したけど、現実空間なら。でもそんな弱点って一体。待って、まさか弱点って。確かに可能性はあります。非常に難しいと思いますが。分かったよ。それでも大丈夫なの？ええ、問題。ブローニャは断りの律者の根性を信じています。その根性がですから、機会があれば。うん。
五行すべて万物となる。はあ、廃墟の剣。それで、あの人がベルト・ジョイスなの？はい。ブローニャは夢で何度も会ったことがあります。ほとんどは何も話さず、ひたすら道を歩いたり、ブローニャの方を見つめているだけでした。ここにはたくさんの記憶が存在します。なら、これを相手に。ええ、何か気に。そうね、さっきジョイスさんのすぐはっきりとは表現。ベルトに似ているよ。ウサギの影響か。それもゲーシャニ宛ての成功の。なるほど、そうなると勇敢なもの。ギアナ、そろそろ計画を実行しましょう。現在の心拍数は67、身体基礎機能承認完了。おはようございます、ヨアヒム。ああ、ありがとう。食堂で食べよう。大丈夫ですか、キア。大丈夫。なんて言えばいいのかな、他人の記憶の中で自分の力を使うことがこんなに大変なんて。四季の律者が一緒だったらな。やっと自分の意識をただ観察する状態から解放されたのに。ですが、消える直前、あそこ。ウサギが監視してるのかしら。わかりません。メイ姉さんも準備しておいてください。もう一度チャンス。キアナちゃんが作っ。もちろんです。じゃあ。ええ。今回ジョイスの姿はなかった。ええ、それでも準備が必要です。記憶の裏に隠れた存在に気づいた以上、相手も。とにかくいつでも戦える。その通りです。一応お前にも伝えておく。ブラッドは死んだ。彼は自分の仕事を完遂。ああ、あのバカ、迫撃砲を使うときに暴発を起こしちまった。奴はあっさり言っちまったが、俺たちの雇い主は話せないほどの大怪我を負って、誰のものかもは。どんな遺言かと思ったら。ブローニャ、俺がいつか同じ目にあったら、お前は俺を撃ってくれ。お前のマクシムおじさんはあんな。ブローニャの銃の腕は他の人たちよりも優れています。そういう意味で言ってるわけじゃないんだが、ま、気持ちはもらった。さあ、ブローニャ、
これからが本題だ。今回は金をもらえなかったが、これはパソコンだ。どうだ、初めて見ただろ。結局ブローニュが何かを覚えるまシベリアの巣。しかしそれでも、いえ違う。どうしてブロ誰ですか。とはとても面白い表現ですね、ブローニャ在地区。何しろ人類の最も偉大な力は女子にありますから。その声はプロメテウスですか。その名で呼んでも構いません。少し信じがたいかもしれませんが、ウサギの弱点を知りたいなら今の話を最後まで。では一つだけ質問させ。逆転することなく消失しました。メイ博士も一緒です。私はただ運命に恵まれて。この話はここまでにしましょう。未来へと歩き出す人々、皆さんがまだ成婚計画に抗い、ましてやそれを覆そうとするなら。断りの律者が。その通りです。話すと長くなります。あなたたちのいる空間に少し細工を。その細工とやらでキアナとメイ姉さんをどこに移動させた。あなたたちの律者コアを元にしてそれぞれの逃走ルート。誤解しないでください。別に誰かが足で。ウサギ、どうして彼女の状況がわかるんですか。確かに不思議かもしれませんね。結論から言うと、彼女が成婚の一部の機能を単なるデータのコピーでは。つまりあなたにとってウサギ。恩を返すつもりはないので、その表現は正しくありません。それに彼女の視点から見ると、私も新人類の一員。あなたですが、科学者が迷路試験を受けるラットに自由を与えるとは思えま。いいでしょう、その考えは理解できます。確か少し焦っていました。それは。メイ先輩、よかった、みんな無事なの。それでどうしてあなたがここにいるの。あなたたちがここがどこかを理解すればすぐにわかる。あなたの話を聞いてブローニャもある程度推測できました。ここは月ですし、正解ですか。あなたは勘がとても鋭いですね。博士と私がいた世界の泡のように、ここも正解。でもブローニャ、それからベルトのこれまでの経験か。もしその理由が羽化にあるなら、四季の律者はもう一つの例。いえ、本当の原因は30万人の思想。それは。はい、しかしウサギの視点から見ると、成婚計画の影響を受けたコアが。やっぱりそういう。言いましたよね、人類の最も偉大な力は断りの律者でも成婚計画で。物語が強ければ。そう言われても、どうして断りの律者と成婚計画が物語に。おかし大丈夫です、皆さんも知っているように。なので断りの律者の物語のまとまりのない体現。道徳は女子、その全てのメイ博士自身の言葉を。断りの律者の構築と病。もちろんです、生活を構築する。でも本来の自然な状態に戻る。森林公園のリゼロから1へと同じように。それって文明の伝承。その通りです、人々は物語の。さらに言うと、かつての学者はこう。そしてたまた。でもあなたの言う成婚計画は物語の。もう一人の博士が好む。そして私自身の。つまり物語が人か。はい、例えば先ほど言ったように、メイ博士や私にとっては
プログラムとデータに同じ価値があるという一つの叙事であり、みんなにとって唯一無二の物語を、そこから考えると、つまり、そして成婚計画で優れた理解力です。人類と文明にとっては子供時代から似たようなことを、信仰や近世、広い意味で考えると、その中にあるいわゆるメイ博士の思想と違うの事実は、もっと誤解しないでください。別に偏見を、人類は物が崩壊が降臨し、律者と成婚結、もちろん幸いなことに、このむ、それは人の律者のことかしら。はい、人の思いを得た崩壊という名の矛盾も、なら成婚計画、メイ博士の言葉を借りると、成婚計画は標準、標準、それは、それだけではありません。物語は人類の文明の考察で、しかしその時を生きる、これこそが標準の物語。しかし人類全体を、しかし断りの律者の精神は紛れもなく現実の継承です。対象がただのですが、ブローニャは構いません。そこまで飽きてるわけじゃない。でもプロメテウス、もちろんです。何しろウサギから聞きましたが、ブローニャ、断りの律者であるあなたは分散式コアを持っていますよね。しかもそれを30万に分割できると、その話は本当ですか？はい、ベルトさん曰く、彼らはベルリンで起きた崩壊の犠牲者たち、滅ぼされた都市が世界に残した最後の残響です。通りで目の前の空間がこのようになっているんですね。成婚計画にとって、しかしウサギは自ら手を下す必要はありません。最初では最、ええ、その後残った知っての通り、ウサギの成婚計、それは、それはつまりベルト・ジョイス、成婚計画が神のアダムを生み出すのなら、それについてよく知らないあなたが彼のことを一つだけ、確かに当たってる、ベルリンの崩壊事件が発生するまでほぼ無から誕生し、そして思想が言う、彼が何をしたのかは、しかしその数々の思想、そして廃墟から立ち上がった足元にあるのは、それでも望まれた救世主、彼らの名もか、それでも蝶が指先に止ま、彼がその羽を直す、世界の子供はこうして、その頃は律者の力さえ目覚めていた。はい、私たちの時代にとってでしたら、人のアダム、この表現は合っているのですね。彼への敬意から見ればそうでしょう。救世主もアダムも彼にとっては教義の比喩に過ぎません。短い人生の、自身はごく普通の、自分の意識が救世主など必要な、律者は崩壊の使徒ですが、説明ありがとうございます。この時代にとってこと、しかしもしいつか世界を救う妨げ、ひどく辛い選択であることあり、30万人の思想、もちろん歴史、皆さんをバラバラに。プロメテウス、あなたの目的は他にあるんでしょ。私もそう思う。はい、律者コアに取り付けることで神の鍵を構築できる人工知能として、私はブロー、疑似ウッカーとも言えるでしょう。別に疑似ウッカーですか。本物のウッカー、もしそれが反撃でも、私たちはいろいろ、プロメテウス、何しろ前回別れた時はそういった成婚計画に対する見解を教えてはくれませんでしたから。前回会った時の自己紹介を覚えていますか？当時のあなたたちが理解できない理、それに先ほど言ったように
ここに現れなくてもあなた…ブローニャちゃんへの質問の回答になって…では、こういった説明…ブローニャ…ことはゴアの内部に成婚計画…もちろんメガホン…あなたがすべきことは、この方法を使う…なるほど。はい。彼らを再度集めよ…問題ありません。断りの律者のジョイスさんは安心しました。ではブローニャ在地君、コードですか？成婚計画の源はいわゆるコードとは、何をしたんですか？文法の教科書を参考にしながら成婚計画のソースコードを説明するよりも自ら語ってもらった方が便利でしょう。成婚計画の最も基本的なロジックは存在と呼ばれます。これは虚構が成立する礎であり、あらゆる抽象概念の根源です。その存在の上にある、まあ専門用語は置いといて、とにかくそれは存在にとって重要な2つの性質、実質と変化を表しています。成婚計画のコアユニットは理念です。理念は人々を導き真理の輪郭を映し出します。理念とは永遠の矛盾に陥るもの。しかしあえてそんな形で自分の存在を示すことで実在と虚構の境界を消し去ることができるのです。成婚計画の中では生命が最もストレートな理念であり、絶対性が最高級の理念です。この計画は生命の絶対性を虚構にしつらえるもの。個体性から解放することで自身を超越する真理へと変貌させるのです。超越の代価、その一般的な形式が死です。個体である生命は死に抗いづらい。それ自身も矛盾の一つです。生命は虚構から自己の普遍性を見出しますが、自身は個体という存在に過ぎません。だからこそ成婚計画にとって個体の死は精神的な意味での前進になるのです。何しろ計画からすれば文明とは数多の世代の人々がそのむくろと遺言で築いたものですから。まあこれはこれで。ブローニャ、大丈夫です。だんだん分かってきました。重曹ウサギ以外の効率と需要力を考慮した上で、そうじゃないと機械の情報が私たちの脳を覆い尽くすんでしょう。その発想は面白いですね。機械が人間を片付けようとするなら、これが最もシンプルで実用的。でもその方法で雷の律者を処理。確かにそうですね。しかしそれは今の苦境とは全く別。ローニャ、先ほどは最短の時間で成婚系、今断りの律者の力はほとんど残ったからこそ、その上で発見方法、つまりコアの中にある30万人の思想は絶対的に読み込みが前の人間のやり方を模倣し、成婚計画の力を借りて前方に新たな記憶を浮上させます。全てがうまくいけばあなたの力はケビンと戦う前のレベルまで戻るでしょう。前の人間、
さっきも彼と会っています。名前は言わなくてもわかりますよね。ベルト・ジョイスさん。到着しました。これは記憶以外にも。素晴らしいですね。どうやって分類すればいいかも。なのでとある異物も断りのり先に進んでください。それでそろそろゴーストタウンがどこに消えたか教えてやろうか、アレクセイブナ。ゴーストタウンですか。ブローニャが生まれた。そうだ。シベリアにはたくさんのゴーストタウンが存在する。お前の母のアレクサンドラもその中の一箇所で暮らしていた。お前はもう10歳だ。危険を分別して自分を守る力を持っている。今なら自分の。ブラッドがいつも自分をモスクワ人って呼ぶのと同じようなもので。その程度の器。ウラル山脈ですか。異物は。おめでとうございます、ブローニャ。彼女に関する最初の秘密は。彼女ですか。ええ、誰のことかは分かりますよね。なのでつまり。いいえ、かしかし動機など行動に比べればそんなに重要だ。だそう焦らキアナとメイ姉さんは以前と同じように。となると。はい、断りの律者。その中にブローニャの実体が存在していますね。それは断りの律者のコアで見つけた空間。もう少し奥のエリアにたどり着き。しかし律者コアは虚数空間の不動点です。難易度を考慮し。この先でブローニャは歪んだ一つの心で。こう考えてください。彼女は性根系。そして彼女自身も断りの律者を妬んで。誤解しないでください。彼女は何はどうあれ、あなたたちは同じシベリアの娘。どちらもウラル山脈の子供の。プロメテウス、回線が途切れたようですね。これは。いや、私のせいじゃない。違うの。私は。この戦闘、私たちは勝たなければいけません。